12世紀、銀製のグリブナグリブナは金、または銀でできた、キエフルー式の首飾りである。キエフルー式のグリブナは装飾品であるとともに、勲行賞、識別賞の役割を担っていた。例えば10から11世紀のドルジーナに直属する軍人階級は、宝賞としてグリブナを授与された。しかし12から14世紀には、これらの首飾りは、もっぱら。 富裕層の女性の送信具として用いられるようになった。また16世紀には結婚式の儀式の一部に用いられていた。言葉の意味としても、グリブナは当初は本校のような首飾りあるいは腕輪を指していたが、次第に通過単位を指す言葉となった。税42税 1880から1882、補節休暇兵、世界歴史体系ロシア史1から9世紀から17世紀、マイナス、田中明千語、倉持朱義地、和田春樹編、山川出版社、1995年、P88、ありがとうございます。